なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だ。戦だと聞いておったのに。雨の中ババアどもを斬ること。侍は皆上川村へ向かった。わしらの計った通り。わしにやれるかな。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。うわっ、